ここは、整体院浅井です。私が、院長の浅井義明と言います。どうも初めまして。今日は、ここのお店の、一押しメニューについてお話ししたいと思います。一押しメニューは名前は、チネイザンと呼ばれるものです。チネイザンとは一言で言うと、内臓、臓器のマッサージになります。まあ、マッサージとなって、整体ですね。はい、整体になります。で、具体的にどんなことをするかと言いますと、お腹の中に、私、まあ、お腹の中に、まあ、臓器があります。まあ、肝臓、膵臓、胃、膀胱、まあ、腎臓、脱、膵臓、大動脈瘤、大腸、小腸、前立腺、子宮、卵巣、あとおへその中の、まあ、周り、まあ、こういったところ、あとそうですね、この辺り全てが臓器がこのお腹の中に入ってます。で、この中は臓器は腱でできてます。腱で、腱が日常的に皆さん受けられるストレスとか怒り、妬み、嫉妬、不安とかのそういった感情っていうのは、体に中に入って、内臓にガスを作ります。で、ガスが、原因で腱がねじれて、こうやってねじれます。こうやってこういうふうにねじれて、で、これが放置していくと硬くなります。石のようになります。岩のようになっていきます。肩こり、腰痛と同じようにですね、硬くなります。そうなると、腱の中には、この一本の、まあ、神経も通ってますし、血液もありますから、血液流、血流もすごく、このどここでためがありますね。どプンどプンっていう風になってます。で、神経もこうねじれてますから鈍感になってます。ですから、ここがねじれると、ここの上と下のつながっている臓器にも負担がかかります。ここ引っ張られてますから、こっちも引っ張られます。こっちも引っ張られますってなると、全体も全部これが原因に引っ張られます。となると、ここもここも全てこれがまたさらにひねると、また他のつられてひねられます。このようにっていう悪い連鎖がこのお腹の中にたくさん起きています。この手入れを、ま、普通の方は、ま、されていらっしゃらないと思いますので、おそらく、ま、何らかのそういったねじれを発見することはたやすく、見つかると思います。で、見つかったらどうするかというと、それを一つ一つ丁寧に、ほぐしていくということをします。まあ、どうやるかというと、まあ、指で、まあ、まずお腹をこねてオイルを使ってこねます。で、あとチェックをします。どこが硬いのかということをまたチェックして、で、チェックしたところで硬いところがあれば、そこを、まあ、指で丁寧にじっくり痛みなく腱を緩めていくということがやってきます。で、腱がほぐれるとどうなるかというと、まあ、そうですね、まあ、お腹の、その宿便とかも出てデトックス的なことが起こります。で、あとお腹は第二の脳と言われてますので、脳、まあ、お腹と脳はこれつながってまして、で、ここがすっきりすると脳もすっきりするということになります。で、あとは、まあ、脳で、お腹というのはこの全ての、体の中心部であるということと、心臓と肺とかにも全てのこの臓器が人間の脳とか、人間のこの動いているものとか、その細胞を作り出すものとか
ていうものの、製造発信、そうですね、まあ、そういう管理をして生成もしているという、新しいエネルギーを出していく、生成されている部分なので、まあ、肌がきれいになっていったりとか、例えば私はあの先生に言われたんですけども、足のあざがあるね、でもこれもちゃんとやっていけば治るよっていうふうなことは先生には言われました。まあ、あとはその私の場合は腎臓と抗がんの方に明らかにはっきりとするぐらい、まあ、お酒も飲んでましたので、たくさんタバコもで、まあ、ここ腎臓と抗がんが悪いよって言われて、まあ、自分で触って割ったり押したりすると分かるので、そうすると分かる、そこで自分が理解して、その日から私は一切お酒を飲むのをやめました。そういうきっかけもあり、やめることができました。なぜやめれたかというと、やっぱり今回この私が身につけてきたこの内臓マッサージというのは、タイでも超一流の先生、クンニーって言われているクンニー先生という方がいるんですが、まあ、その方がまあ、タイのチェンマイで、ナンバーワン、ナンバーツーって言われている、そのすごい、まあ、ナンバーワンって言われているんですけど、実際うまい先生だって言われてて、まあ、そのことで水辺は世界中のそういうまあ、セレブとかお医者さんとか、まあ、そういうふうに健康に気を使われている人たちはみんなその先生にお願いしてマッサージを受けるっていうぐらい忙しく有名な先生なんですけど、その方に今回、1対1で教えていただいて、まあ、そういったワードを教えていただいてますので、その、まあ、ちゃんとした先生から教えていただいてきたということをここで一つですね。まあ、それだけでもなく、他にも、この内臓マッサージっていうこと自体がチェンマイ、タイの中でも教えられる先生っていうのは、まあ、その少数の方で、まあ、全部で多分10人いるかいないかって言われてるぐらいの先生なんですけども、で、まあ、その中でもトップ4だと思う、まあ、うん、トップ4の先生の方のマッサージを受けてきました。まあ、一人はクンニー先生っていうふうな、まあ、名前、まずクンジー、まあ、言わないですけどもっていう感じです。いろんな先生のマッサージを着手受けられて受けてきて、で、そのまあ、やり方も自分なりに改良したりしてっていう形でやっておりますので、一番まあ気をつけていきたいなと思うのは、そのまあ痛みは最小限に収め、そして深いところまでアプローチし、押していく、でほぐれをしてほぐしていくっていうこと、こういったところにこだわって、まずやっていきたいと思います。まあ、そして、まあ、腰痛とかも、あと足とか肩こり、まあ、そうですね、いろんな全身の神経、体の神経ラインとか、まあ、全ての腱とかも緩めていくことにすごい効果的なこういう整体なので、その臓器に何か現在とか、まあ、今後その病気をなんか遺伝的に感じられるとか、まあ、食生活が自分、まあ、ちょっと心配で、まあ、将来的にそういった臓器の病気になりたくないとかっていうことをお考えの方でしたら、ぜひその予防ということで未然に定期的に受けられるっていうことはすごく重要だと思いますし、また食事療法とか、まあ、どういうことに気をつけていけばその臓器というのが硬くなっていかないのかっていうことの予防をを知るだけで知っていくだけでも、とても健康寿命を延ばしていくためにもすごく重要なことだと思うので、またそういった細かいことが配信していきたいと思いますが、まずはそういった臓器整体っていうものを、一度、体感していただいて受けていただいて、で、まあ自分の臓器は今どういう状態なのかということをチェックしたり、まあ、理解していただくということはすごくいいこと、おすすめなので、ぜひ
まあ、ご興味のある方、まあ、今すぐもう臓器なんとかしたいっていう方から、まあ、腰痛、肩こり、こり、全身のこりがもうひどいからなんとかなりたいっていう方は、ぜひお試ししていただきたいなと思うので、まあ、その知念山、まあ、内臓だけなんですけども、また他に、生殖器のマッサージっていうのが、まあ、整体があるんですが、これをあのカルサイネーザンっていう部分呼んでます。子宮卵巣、睾丸、この辺りの、コリをまたほぐしていくものなんですが、まあ、それもまた次回お話ししたいと思いますが、まあ、今回は知念山の説明はこれぐらいで終わりたいと思います。じゃあまた皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。